いや本当に今からカタールに向かいます。この静岡駅からワールドカップに迎えることをすごく誇りに思いますし、本当にここに初めて着いた時からやっぱここでワールドカップを静岡駅から行くっていうのは僕の目標だったので、それが今回果たせて嬉しいです。本当に皆さん、エスパルスは残念な結果でしたけど、だから本当に日本代表をまず今年いっぱいはよろしくお願いします。じゃあ次は、はい、気をつけて。